ここで肝城さん、ワンピ側任務遂行します。肝城さん、もっと怒りチームで、怒りチームでシェンの代わりにレオナ、で青崎さんもエリザベートチーム。すげえ変わったな。高崎さん器用ですね。この3キャラも使えるのか。結構いろいろ使ってますよね。この前はまああのゆきさんのチームで暴れもあったし。確かに。さあレオナとエリザ。バージョン 1.1 の頃だ。まあエリザがエリザが多かったから結構たまに見かける組み合わせでしたけど。まあそうですね、エリザ相当強かったですもんね。やっぱそうですね、守りからの二段の大きさが引き取れるのがやっぱ良かったですからね、まあ、火力もありましたけど、ね、ちょっとゲージ払わないとやっぱ今作はちょっと火力引き伸ばしにくいかなっていう。そうですね。さあユージ、まあ、しかしリードしているのはエリザ側。ここは調子で死ぬかな。さあ続いてるはひもじょうさん本キャラのラルク。ゲームが多いからまあいろいろ。あのめくりやっぱ相変わらず強いですよね。そうですね、やっぱ今の人はかなり分かりにくかった、はい、自分も多分食らったんですが。そうですね、俺もあれよく食らうんですよね。わかりにくいですよね、まあバードニッティじゃあそこからコンボになってましたからね。はい、確かに。しかも今よりダメージが高いっていう。グラナファレが普通に減りましたからね。うん、ね、最終のせいでもそういうのも大きいかなってな。まあ青田さん、あまり見ないディオロンが諦めたし。おっと、暴れつぶしになっているが、次のシャガシーがちょっと間に合わなかった。あー、これうまい、失敗している。おお、うわあ、すげえうまかったんだけど。そうですね、前提に対応したボールを通したけど、はい、ちょっとその後が続かなかったかな。さあ、これちゃんと掴んだのは田尾作側。移動して、もう一回端から出してしゃがみ5番。いやー、惜しかったな。1回にして持ってかれてしまったな。さあ、このクラークが残りギアを、2キャラを1人で倒すことというところですが、そうですね、今日こういう時に戦わなきゃいけないデュオロンはすげえ面倒くさいですね。ちょっとゲージ条件もあまり良くは、そうですね、ちょっと良くないから。さあ、やはり時間結構使いやすいですからね、両論側は。立ち回って。さあ、めくり側としてうまい。はい、もう4でしっかりと投げていく。速度を手に両論が攻めていく。さあ、残り30秒切って、ここは通常投げが通っていく。かなりゲージもそんなに使ってないから、かなりゲージ、そうですね、ドライブでワンチャンが生まれてますね。あーっ、壊しから遅めの壊しと。さあ、田子作はここで勝利。はい、1P が直樹。直樹さん、どんなキャラ使うかな。ちなみにライフ2個ですよ。さあ、まずはアッシュ選択。おっと、アゴサクさんもアッシュを選択。
アッシュキム、なんだこれは、なんだこれは、おっとキャラをこれ合わせてきましたかね、これはこれ多言作さんの性格の良さが良さですね、にじみ出てますね、出てますね、にじみ出ている、にじみ出ている、まさにこれもしかして順番も、まあおそらく、はい、ね、でしょう、いやとってもいい人ですねめちゃめちゃ棒読みでしたけど今のいや本当に、はい、いいと思う、はい、で、赤い方が直奥さんで青崎が青い方、はい、初手同士の足も通してます投げが通って足の投げ性能いいっすよね、そうですね、やっぱ崩れになるから、あの画面足で投げても、はい、めくりとかに行けるのは結構、あ、めくりいけるんですね、いけますね、やっぱりそういうのも大きいかなって、なるほど、さあリードはタゴサク側、あっと最後は、はい、めくれる、ジャンプリーも最近ほどでないにしろ結構高いジャンプだったらめくりの性能もそうですね、結構見えない打点ありますよね、まあちょっとジャンプ級はやっぱ特殊な方なのかな、一応アッシュもやっぱり見づらいっすよね、結構そうですね、確かにさらに見づらいこのキャラキム、しかし足場にもゲージがある状態、一発の飛び込みはできない状態ですね、そうですね、これは結構本当に面倒くさいですよね、サンキロットの存在があるので、落としておっと、さあキム対キム、さあお互いなかなかあんまり見ないですね、キムは、そうですね、あまりそう、お二人が使ってるのはあまり見ないかなと思いますが、あとこれは頭、あとやっぱりここからそのエンディに対して従っていく、そうですね、しっかり対策はしているといった感じでしょうか、あーこれはうまいこと噛み合う、ダッシュから空中反撃、そう相手側としてもね、そうですね、キム側がちょっとフリー背負うぐらいですね、おそらく本当に数フレーのフリーだけで済む、済みますね、あれは、あー、ネジャギはよくガードした、よくガードしている、あそこは温存して、ここで、あっ、怖すぎる、怖いっすね、あそこ最初はああいう練り上げからのプレッシャー、はい、まあ、ヒエンザンからもプレッシャーもまあありますからね、さあ、ここは直さんのガードは硬いのもあってダメージがまだ減っていない、バラして、さあ、どうぞ、しっかり逆に出す、あれ、どっちでも大丈夫なやつですよね、あの、ローリングさん、あの、正面だったらローリングさんだし、さあこれはやはりゲージは直さんはないけども、あっあっとやはり投げを外している、経験の差ではやはり直木だが、ゲージ置きがいいのは、あいえタコさんさんか、おっとうまい、これはどうなる、どうなるの、あー居合でよかったが、なんとなんと、なんとけジャンクリ、あ今なんかタゴサクさんなんか動きが見えたけど一瞬ガーキャン、ガーキャンかな、さあ 1P 側直樹さんで 2P 側が食さんという形になって、まあ、本日2ライフということもあるんで、まあ、いろいろなキャラが見れることでしょう。
直樹さんの方が、ベニーマルレオナ・アッシュ、対する食さんの方がアンディ・ダイモン・ベニーマル。お二人は結構紅白でもかなり当たったり対戦はしてるんですが、まあ、こういった形で2ライフということで、まあ、サブの方も入ってっていう形のは、まあ、あんまりないのではないでしょうか。まずはアッシュとアンディ、さあ出てるよ、出てきて次にアンディ使ってライバントがちょっと空中で引っかかってしまう。空対決、今度はアンディが勝って2段目のかわしが出します。しっかり画面足のコンボ選択、アンディが攻めに行く、後ろ D で切り返して、しかし画面足から逃がさない。さあ距離を取って、さあ今度はアッシュ側が攻めに行く番、しかし空対決一発当たって画面足に逃げるが、これはうまい、しっかりとボールを落としに行く。あーっと3キロ仕込みのしゃがみ C が出てしまって、そっちまた感じが、おっとこれ封印が2が当たって、ダメダメ、ハマゲ取り返して、かなり早めのジャンプ D が当たって、さあ残り6秒、後転から強勝連弾、まずはアンディが先制、さあ中堅レオナ、残影が相打ち、ダメ、アンシュの攻めを一気に継続していくアンディ、距離を置け、レオナ近づく、アンディ残り1割、勝利弾空振り、すかさずコンボを決めて、さあ中堅戦、レオナとダイモン、ゲージ状況としては3ゲージとダイモン2ゲージ、もうすぐ3ゲージ、当たればどちらも大きい形になってるので、受け身からの外はしっかりと見切って、あとはムーンスラからボール作る、これは暴発か、さあ手首下で当てに行き、まだし投げ、さあムーンスラガードしてコパンを空振りさせてから回避させるが、その後ちょっと追い打ちにならず、近くから超外、おおヒット、おっとこれは罠にが当たらず、あと勝ちで暴れている、あ地上にいても D 投げになるから OK と。いい感じでしょうか。さあ直樹さん対象ベニマル、しゃがみシートジャンプリー、シガー誘致、稲妻しっかりと落としていき、対象引きずり出す、さあ同期キャラ対決、条件まあ似たようなもの、暴れ尽くしの前 B からはこれだ、さあ表の選択、石のスライムドリル、これだろう、さあ一気にほぼ決まったところ、 EX ライト固定ダメージもあって相当減ってる、勝ったのは初期さん。
応そうだな。じゃあ沢木は誰だっけ、五郎さん。俺が怖いのか。やれやれ。Select the order。五郎さんは要、五郎さんは表っこ。両対今日はさあどっちが強いのか。壊しからコンボつなげられないが今日の方がダメージを奪っている。闇払いモード今日はどこかで触りに行きたい。上から乗っかる亀味探していこうけ。ここは逃さない。ここは全然うまく回避。逆に亀味に追い込んだ時ここから攻めはちょっとあまり無理はせずといった感じ。しかしダメージを奪っている初期長。五郎さんの量はどうするのかといったところでここは入ってしまう。さあ瀕死歩法が当たるが最後は弱小竜大小竜か。プレイヤー性能の高さを見せつける初期。抜いてテリー、これは1回ぐらいなのかな、分かんないけど暴れる。パワーゲイガー半分ゲットするがゲージがない。なんか出てるが闇払い、闇払い、エンジンが強い。パワーウェーブは止められてしまう。フットバから何かキャンセルショットを投げられてしまう。なになに。さあジャパンするがガウンされる。悔しそうな初期。ロバート、あれは打ち上げる技かな。あ横に長い技を持ってるイオリの方がかなり立ち回りは強そうだが、グッドはなぜか漏れてしまう。これは死ぬんではないか。さあ徳さんはさっきからコンボができないがごまかす、ごまかしの王初期。さあ五郎さんが倒れてしまい 1P は全員これで1回出ている。お願いします。あとはやれやれ。いやあっさりやられてしまいました。うん、練習してきます。さあ、ワンピースーライフ、ひもじょうさん今度はメインキャラでの登場です。対する、初期さんの方がこちらビリーベニマルユリという形になって、さあ先頭戦結構クラク側が寄るのは大変そうな形だが、一度捕まえてしまえば。直樹さんありがとうございました。一度掴んでしまえばクラーク側にもかなり大きく有利に働く形。
さあ、右側をかがにかぶっていく。さあ、バレて切り返して。さあ、自分たちカウンター。さあ、単にリードを取っていくビリー。さあ、これは空中ぶっ飛ばしが、噛み合うが。さあ、チキの暴れが置いてある。カウンターから今度裏に回ってアルゼンチン、あ、小投げは垂直ジャンプで回避、ジリジリとした展開、さあ空タイプのジャンプ、早いタイミングのジャンプ B の中段、さあ続けてラルフ、さあ空中ぶっ飛ばし、立ちぶっ飛ばし、相打ちだが、さあビリ側がアーキャンで切り返して足を継続、さあ下がってから前、さあ2段当たって強襲からのコンボから召喚、あーとしかしちょっとだけ残っている、さあ距離離していくビリー、ナルがちょっとつらいか、さあ間合いをかかってのジャンプ C、 近づくのはかなり厳しそうだ、さあ大将の雲城さん剣演技でどんどん技を取っていくも空振りしたりと、ガン取りしたりと、さあ強襲から、さあ先ほどのコンボと元旋風ゴン、さあこの空中ぶっ飛ばしのカウンセがつらい、さあ走り抜け出してもうすぐ戦、さあ激剣ヒット後にしゃがみし、これもヒットしてコンボつなげに行く、こっから巻き返しなるか、ゲージをどう入ってきたっていうのが結構大事になってくるかなっていうのはありますが、さあ激剣と天霊をうまく絡めて攻めに行って一気に画面足を詰めて天駒投げからコンボ、さあここは1ゲージ使ってドライバー温存、さあユリは画面足から逃げる、さあここが当たってここはドライブを1本吐いて確実にユリを倒していく、さあ大将こちら食産もベニマル、ゲージがかなり多い状態、どこからでも結構持ってかれちゃうかなって形、これ耐えなくちゃいけない線はちょっと辛いところ、さあ壊し合いから、さあここはドライブ吐いて、さあライジングブース8回で締めて3度3段ちょうどダメージかれた、小足3発、2発目からしっかりと確認して EX ライコー、勝ったのは食さんです。ワンピーはヒデさん、今日ハンディキング対する食さんは今度はダイモンとコア、そしてユリを選択、順番決定したところでこちら、アンディ対ダイモン、口ぶたしカウンターからきっちりコンボ決めに行くダイモン、橋原当ててちょっと画面足から離れて、さあアンディはそう
新残影拳で近づいて、さあ出しから EX 戦時、ここからクロスカメまで決めて、さあダイモンがガンガン攻めに行く、投げで繰り返して、さあ飛び道具を付けにちょっと中距離戦を展開していきたいところ、アンディ対するダイモン、それをかいくぐって一気にかぶせにいきたいところ、勝利弾こちらで切り返して投げ抜け、はい、ガードが硬い、エッサンダイバーのガードが硬い、なかなかに崩しにくい、さあジャンプ C がすごい位置で当たって、まずはダイモンが先制、対するヒズさん、こちらのキング受け渡しカウンターから雲掴み、今度は地獄極楽のおまけ付き、一気に体力奪って、さあ空中ベノンを混ぜつつ一定の距離を保っていくキング、さあ今度は攻めに行く、トルネードまで決めてダイモン倒していく、さあ中堅戦キング対こちらがユリ、さあめくりに行ったものの今度は投げで切り返されて、ダイエストラップで切り返して、ここはジャストレネード強トレネード、さあジャンプリーすごいいい感じでめくってますね、ただちょっとやっぱり打点が高いのかこの技がこの後がちょっと続かない形だった、さあここは投げの選択せずに打撃の選択、ダブルストライクはガーキャン一発目をガーキャン前提されてしまい反撃が勝ってしまう、さあ大将の今日投げで切り返して、さあ徐々に追い詰めていく今日、あっとことぶき EX のミスか、さあ壊しからワンドライブのコンボを選択処置、あっと EX オニアキ無情にも空振り、あっと無敵技闇で前転が噛み合わず投げられてしまい、勝ったのは初期さん。